関東地方では現在局地的に雨が強まっております。この後午後についてもザーザーと強く降るところがありそうです。まずいただいたリポートですね、千葉市の美浜区になります。こちら雨、そして風もこのように強く降りているということでして、現在活発な雨雲が東京湾を通過中という状況です。その雨雲の様子と合わせて皆さんからの天気のご報告をご覧いただきましょう。今は特にこの辺りですね、茨城の南部から千葉県の特に東京湾岸にかけて、かなり雨雲が発達をしてところどころでザーザーという強い降りとなっております。一部は黄色い丸印ごというな激しい雨のご報告をいただいているんですけれども、今かかっている雨雲というのは今日の場合特に東から西に向かって動いているのが特徴です。東京湾を横断した後、東京都内や横浜、川崎などにもこの後入っていく可能性があります。そしてこの雨の降りやすい状況いつまで続くかなんですけれども、雨雲の動きで見てみますと、このライン状の雲ですね、これがだんだんと西の方に動いていきます。で、午後についてもところどころに雨雲がかかる状況は続きそうです。ピークは、まあ、今日の日中いっぱいで、上空の風向きが北寄りに変わる夜になると雨雲はこのように発生しにくくなりそうなんですけれども、まあ、それまでのタイミング日中帯ではざっと強まる可能性があります。雨が降っていなくとも外出の際には折りたたみの傘ご用意いただきたいと思います。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。